藤サンタです。こんにちは、ガンダルフの庭の伊藤サンタです。6月も終わり、最終週、来週から7月という時期に入ってきて、ニンニクの状況を確認しようかなと思います。ニンニク畑に来ています。うちのニンニクはね、とても評判が良くて、北海道の在来種、ちょっと表面真っ白じゃなくてね、薄皮に赤い色が入っているあのニンニクなんですよ。あの市販のニンニクよりもちょっと匂いが濃くて味が強いような気がします。それと反対側にはいわゆる無臭ニンニクっていう、匂いのしないニンニク、ニンニクに形が似たネギなんですけど、その2つを作っています。正直今年は例年よりうまくいってないなっていうのが、率直な実感です。その前の年、小麦を植えた場所なんですよ。小麦は根がまっすぐ張るので土を柔らかくするという効果があるということも期待して小麦をまいたんでも、落ち穂からまたどんどん生えてきて、雑草以上にニンニクの生育の邪魔をした感があります。除草しきれてないっていうのも一つ大きな要因なんですけど、